はいどうも、はじめましての人は、はじめまして、アレナキソと申します。普段はアニメの感想動画ばっかり上げてるんですが、たまにポケモンランクマ配信もやってるので、今回はポケモン実況フェスに参加しました。ただ参加しても面白くないかなってことで、私の好きなバンドリってアニメの宣伝も兼ねて、バンギラスドリューズ構築でやってみました。でもまあマスボ級潜ったらレート溶けちゃったので、こうして練習で使って供養することにしました。実践しましたが、バンドリ使った戦いだけピックアップしています。ということで、動画1戦目はバンドリで良い感じに制圧できて勝ち。アニメの話に戻ります。アニメバンドリは映画とかミニアニメとかもあるんですけど、初心者はマイボーから見てください。他のシリーズ知らなくてもそれだけでめちゃんこ楽しめます。ちなみに去年は200作品以上アニメを見ていたのですが、去年私が見たアニメの中で最も面白かったアニメです。それだけ素晴らしいアニメってことです。あ、2戦目はバンギ対面で龍舞してきたマンダにストーンエッジをしたら外して負けました。岩技はこれだから信用できないんですよね。ちなみに動画には尺の都合で載せれなかったのですが、ドリュースが岩なだれ外して負けた試合もありました。すんごく悲しい。あとはバンギがストーンエッジでフォータス粉砕して勝った試合と、バンギが鉄の頭と大ニューラ粉砕した試合を載せています。正直バンギは刺さる感じはありましたが、格闘や水地面に一撃で持っていかれるドリュースは弱かったです。ということで、フェス当日戦う皆さん、また当日よろしくお願いします。あとは今やっているアニメの話をすれば、ガールズバンドクライってアニメがめちゃんこ面白いのでおすすめです。バンドリ迷子を楽しめた人は絶対に楽しめると思います。こっちもバンドアニメなんだけど、奇想天外びっくり仰天な度肝を抜く話なので見応えがあります。やっぱり 3D アニメも進化していろいろな表情を表現できるので、 3D だから嫌だと毛嫌いせずにぜひアニメを見てほしいと思います。何の話かっていうと、バンドリ構築は弱いってのと、バンドリアニメは面白いってことです。とりあえず今日はそれだけ覚えて帰ってください。でもまあ欲を言えば、バンドリの2期も3期も面白いので、余裕がある人はぜひアニメを見てください。以上、アレナキソのポケモン動画でした。